久保さん。いやー、ま、すべてはコンテンツになるっていうことですね。すべては。うん。だから、ま、あ多くの人が、ま、あ僕もいろんなね、アドバイスしてますけれども、なんだろうな。あまあ、動画の内容っすよね。まあ、ほとんどの人が動画の内容を気にします。間違いなく。えー、喋りが下手。質が悪い。うーん。 こんな動画でいいのかな嫌われるんじゃないかとか、なんかバットされるんじゃないかなとか、あチャンネル登録減るんじゃないかなとかあ、なんかそういうその気にするわけですよ。動画の内容に対してね。で、一番気にしないといけないのは僕はいつも考えてるのが、まあ、人間なんで他人の目を気にするっていうのは仕方ないことかもしれないけど、一番気にしなければいけないのは自分の生活です。僕はそう思ってます。僕はね。 自分の生活を第一に考えないとダメだと思います。例えば、あー、まあ、久保さんで言うならばねあ、子供さんがいると。ね。じゃあその、それを第一優先して考えないといけないんですよね。だって、養っていかないといけないわけですから。まあ、アドラーの心理学で一番最強の人間がいるとするならば、赤ちゃんだと。赤ちゃんは弱い。弱いからこそ最強であると。 何もできないからこそ最強であるっていうね。これすげえうめえなと思ったんですよね。要は何もできないから、えー、なんだ、大人を操れるっていうね。<laughs> これすげえ考え方だなと思って、確かにそれすごいなっていう。どうですかね。何もできないから大人を操れ、操ってそん子供は。<laughs> すごいですよね。 何もできないことが武器になってるっていうね、もはや。最強最強は赤ちゃんみたいなことをなんかアドラーを言ってて、面白いな、みたいなね。うん。じゃあ、最強の人間にしておきましょうか <laughs>。だ、実は何もできないこと、例えばね、あの、まあ、ネットのね、世界だとこういう現象があったりとかするんですよ。何かっていうと、何もなんか、 なんだまあ、今、スーパーチャット、投げ銭っていうのが、まあ、ある程度認知されてきてる部分あると思うんですね。ライブ配信とかもだいぶ、まあ、アプリも出てきましたし。でねあの、何もできないんだけども、応援したくなっちゃうんですよね。で、応援したくなっちゃって、投げ銭をするという、これ、めちゃめちゃあるわけですよ。ねで。何も持ってないですよ。何も持ってないから、なんか,か,なんかん、投げ銭するみたいな。だから、この心理っていうのは何かっていうと、あ,のあれですよね、久保さん。 平和公園で、平和公園で、まあ、募金の心理と、まあ、ちょっと似てる部分があるかなと。うん。そう。だから、なんだろうな。うん、どういう考え方に変えるかによって、まあ、すべてが武器になるっていう、何もできないことを、喋りが下手っていうのも、実は武器になったりもするし、でもそれは考え方次第で、喋りが下手イコール、 私はダメって考えるのか、喋りは下手。喋れない。泣くことしかできない。泣くことしかできないけど、最強って考えられるのか、その視点で物事を見られるのか、それによって変わるだろうし、まあ実際でも事実じゃないですか。ね、<laughs> 赤ちゃんは泣くことしかできないと。<laughs> 大人を操ってるっていうね。確かになみたいな。<laughs> 確かにあ、その考え方はなかったなと思った。 だ最強の人間は赤ちゃんであると。うん。これはすごい考え方だなーって僕は面白いなーと思ったんですけどね。はい。っていうことで、いってらっしゃい。